プロイセン自由州、プロイセン自由国もしくは、プロイセン州は、ドイツ国の州の一つ。第一次世界大戦末期のドイツ革命で、プロイセン王国が解体された後、旧王国は、プロイセン州へと移行した。プロイセン州は、当時のドイツの国土と人口の過半数を占め、ドイツで最も主要な州であった。州とは、ドイツ全体の首都でもあるベルリン。 第二次世界大戦後の連合軍占領期に廃止が命令された。西ドイツや東ドイツ、現在の統一ドイツには、後継も存在しない州である。地域としてはなどの全域もしくは一部が該当する。プロイセン州は、第一次世界大戦敗戦により、プロイセン王国時代の領土のかなりの部分を失った。ゼン西プロイセン。 死ジエン東部等がポーランドに活用され、ンツ費は自由とダンツ費として国際連盟の管理下に置かれた。これにより東プロイセンはドイツ本土から古島のように切り離された状態になり、東プロイセンとドイツ本土との往来にはポーランド領であるポーランド回廊を横切るか海を経由するしかなかった。ドイツ皇帝兼プロイセン国王ビルヘルム二世の退位後、 プロイセン州はすぐに、プロイセン王国時代のプロイセン3級、選挙制度などを廃止して、全州民に平等に賛成権を与えるなどの改革を急速に進め、結果、プロイセン州は左翼勢力の拠点と化していった。特に州都ベルリンは赤いベルリンと呼ばれるほどに左翼が強力であった。九百十九年から百三十二年まで、プロイセン州政府はドイツ社民党、 中央党、ドイツ民主党の連立政権で成り立っていた。プロイセン州では他の州と違って民主的な政党が支持され続けていたが、東プロイセンやベスト・ファーレンなどの農村部では国家社会主義ドイツ労働者党が支持を集めた。社民党のオトー・ブラウンは1920年から1932年までわずかな期間を除いて、ほぼプロイセン州首相の地位にあり続け、 保守派や右翼を抑圧し続けたが、1932年7月20日に、ドイツ国首相、フランツ・フォン・パーペンが、プロイセン州が政府の命令に違反したとして、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領に大統領令を出させて、クーデターを起こした。ブランは、プロイセン州首相の座から追放され、他に、プロイセン州内相、カール・ゼーベリングやベルリン警視総監、アルベルト・クシェジンスキ、 副系思想官、ベルンハルトバイスなども追放され、プロイセン州政府内のバイマル共和国派、反、ナチパ、左翼は根こそぎに思された。社民党はこれをもって保守、右翼勢力に屈し、ドイツ共産党が提案した首相パーペンに対抗するゼネストへの参加も拒否した。その後、ドイツ首相パーペンは、プロイセン州に国家弁務官を設置し、自らが就任して、 プロイセンの統治に当たった。1933年1月30日にヒトラー内閣が成立するとパーペンはドイツ副首相になるとともにプロイセン州首相に就任した。プロイセン州内省にはナチス党幹部のヘルマン・ゲーリングが就任した。さらに1933年4月にはパーペンから譲られてゲーリングがプロイセン州首相に就任した。ゲーリングは 社民統計管理を一掃するとともに、ルドルフ・ディールスを長官に、プロイ選手秘密警察を創設し、共産党員等の逮捕を進めた。さらに突撃隊員5万人、鉄カブト団1万人を、プロイ選手の補助警官として使用することを決定した。ゲーリングは、プロイ選手を半ば、ゲーリング王国化していったが、これは、中央集権化を目指すアドルフ・ヒトラーの方針と、 食い違った。結局、1934年4月20日にゲーリングは、ゲシタポの指揮権をハインリヒヒムラーに引き渡すこととなり、ヒムラーの下で、ゲシタポは、プロイセン州に限らず全ドイツの秘密警察となる。その後、プロイセン州及び、プロイセン州首相の地位と権限は、元来ナチス党の地方組織であった、大韓区と大韓区指導者にとって変わられ、 有名無実化していった。また、大韓区編成時においては、プロイ先州も複数の大韓区に分割されている。第二次世界大戦後、連合軍占領期の1947年2月25日に、州の廃止が布告された。ありがとうございます。